トレちゃん、おいでー。これで、そして、先生、先生。ああ、いいか、リンク。お前のロフトバードには、ボタンを押されたらスピンするように教え込んでおいたからな。すごい、すごい、良いシュート。マットみたいなものがあるね。前方の岩などに設置した10個の的をスピンアタックで壊すのだ。あ、飛んでるやつもいる。あの、鳥が持ってる。10個の的を120秒以内に壊すことができたら、お前を真の鳥乗りとして認めてやろう。それでは、はじめー。こうだね。いける、いけない、危ない。あー、難しいな、難しい。いるのに、あーと、なんかわかんないけど壊せた。足りない。あー。これ120秒、もう100秒しかない。ちょっとこう、大回りになっちゃうしさ、どうしても。これならいけるんじゃないかしら。いける、いけない。これちょっと待って、難しいぞ。いけ、で、いけない。そんなにこう、きっちり合わせなきゃいけない。ここで、今なら、あれいけない。いけない。ちょっと待って。難しいぞ。今。なんでだ。いけない。でもなんかこう、触るだけならまだ、ね、なんとかなりそうだけど、全然こう、いい感じに当たらない。いける。あれいけない。あれかな、もうちょっと上じゃないとダメだったかな。いけないな。難しいな。危ない。当たっちゃう。待って、これめちゃくちゃ難しいんだけど。ちょっと、これみんなできるようになるの？あの、先輩方とかできるってことだもんね。よし。あ、もうめちゃくちゃ目の前ぐらいに的が来てからアタックした方がやりやすいかもしれない。ここぐらい。あー、ダメだ。難しいな。もう18秒しかない。この辺で、ここで、こう。あれ？このさ、ギリギリのとこすり抜けちゃう。どうやったらいいんだろう、これ。いける。今、よし。ちょっとだけ、あれなんだけどな。いける。よし。あー、ちょっとなんかできそうだったのに。ダメだ、真の鳥乗りになれなかった。10個ほどの的を壊すのに120秒を切れないようでは、まだまだ免許改善というわけにはいかんな。少し頭を冷やしなさい。私はしばらくここにいる。また試練を受けるならば、私に話しかけなさい。これはでもさ、こう、自主練してなんとかなりそうじゃないから、ね、的がないからね。なんかこれは何回も行った方が練習になるんじゃないかな。よし。もう一回。ちょっと、なんとかなってほしいな。あと、6つとかだったもんね。頑張ろう。頑張ってみましょう、クレちゃん。ちょっとこう、下がって。今ならいける。いけないかも。あ、いけた。よし。あと2つ。あと10秒しかない。いけるかな。これ。いける。よし。あと4秒。ちょっと待って。もうちょっと待ってほしい。あー。いやー、これ難しいよー。ごめん、先生。もう一回。でも、さっきよりは、うまくなってたから、もう一回行ったらなんとかなるんじゃないかなと思うの。だんだん成長してるとは思うの。もう一回。先生の説明を、いつも通り聞きながら、ここも大丈夫。なんか飛んでる子も絶対壊さないといけないんだね、多分ね。いける。まずはここ。うまいこといけたら、なんかこう、順番とかを、やっぱ考えた方がいいのかな、それはそれで。わかんないけど、いける。ここ。よし。大丈夫。なるべく近いところから行こう。ここは、いけそう。よし。ちょっと今斜めから入ってしまった気がするけど。いける。やっちゃ。ここを、
いけそう、いけそう、いけそう、いける、いける、よし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 、ぐるっと回って、ぐるっと回って、ここのやつを次狙って、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 ちょっと高さが足りなかった、ちょっと高さが足りなかったけど、ここもういけない、あ、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、落ち着け、落ち着け、落ち着け、いける、いける、いけない、あ、よし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 、ちょっと今ぐにゅっと曲がったけど、よしとしましょう。ここが、いけそう、いける、よし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 、あと4つ、あと4つ、あなたのやつは、あなたのやつ、よし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 、ちょっとね、アタックしながらでも、微妙に向きを変えれるような気がする。気がするだけかもしれないけれども、いける、よし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 。あとは、あとは、あと2個、あと2個、あと2個、これを壊せれば、あー、惜しかったのに、惜しかったのに、あと30秒、あと30秒、あと2個、あと2個、飛んでる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 やつがいいな、飛んでるやつ取りやすそうなんだけどな、どうだろう、この子、いける、いける、いける、今、よし、よし、ごめんね、ちょっと、ごめんね、申し訳ないことを今ちょっとしたね、あと10秒、あと10秒、これで取れたらいける。落ち着け落ち着け、いけるいける、よしやった、よかったよかった、あと6秒だった、危なかった。時間内に見事10個の的を破壊することができたな。よし、これだけうまく鳥を操れるなら問題ない。さすがリンク、そして紅族のロフトバードだな。これからお前には真の鳥乗りとしてスピンアタックを使うことを許可しよう。あとはナリシャ様をどうやって見つけるかだが、毎年ナリシャ様にカボチャスープを奉納しているパンプキンバーのマスターなら何か知っているかもしれん。マスターのところに行って聞いてみなさい。なるほど、ありがとう先生。とりあえずなんとかギリギリクリアをしたので、向こうに行ってセーブをしてからパンプキンバーに向かうとしましょう。よいしょ、こっちだね、こっちだね。パンプキンバーの、ね、シャンデリアを直すっていうのは全部してあるから怒られることはないでしょう、言ってもね。歓迎してくれるような気がする。ので、ここでまずはセーブをしてからパンプキンバーに向かいましょう。よし、セーブができたので、パンプキンバー行ってみましょう。パンプキンバーは確か、こっちの方。来ますわよ。おいでくれちゃーん。パンプキンバーの、パンプキンのジュースをもらいに、ジュース？スープをもらって、みたいなことがあるのかな。よかったよかった。たどり着けた、パンプキンバー。この辺りでダイビングでいいかな。よしよし、よかったよかった。ここに、行ってみましょう。マスター、お久しぶり。アナンちゃんもお久しぶりなのかなりね。何か、もやもやしてくれてるかな、マスターが。あれ、でもマスター、もやもやして、あー、してる、してる、してる。よかった、よかった。マスター。プンチンさんだった。どうした？何やら、ただごとじゃねえって顔してるぜ。実は、何？ナリシャ様だと？おう、知ってるも何も。ボラッチは毎年カボチャスープを亀いっぱいに入れてナリシャ様にお供えしてるんだ。亀いっぱいということは結構大きいんだね。しかしよ、最近でっかい積乱雲が邪魔するようになっちまったからよ、今年はまだお供えできてねえんだ。ボラッチはずっとそれが気がかりでな。なんだと？お前がナリシャ様んとこにスープを運ぶだって？あのごっつい積乱雲をどうやって抜けようっていうのか知らねえけど、それならオラッチの最高のスープを作ってやら。ちょっと待ってな、腕が鳴るぜ。おお、初めてこんな、あれだね、お料理って感じだね。よし、できたぜ。すごい、大きい。なんかこう、かぼちゃの場所になるぐらいの、大きなサイズのかぼちゃだね。オラッチが、ここ十数年で作った中で最高にうめえかぼちゃスープが完成したぜ。マスター、あのロボットを呼び出します。なるほど。ああ、すぐ来る。バイ様、来ました。この子もう大活躍だね。この子いなかったらもう冒険できてなかったこといっぱいあるわ。
今度の荷物も大きいケロね。でも何でも持っていくケロよ。それじゃお外で待ってるケロ。早く目的の場所に案内するケロ。ああ、行ってしまった。プーキンさんも別に動じないんだね。お皿拭いてるしね。と、ナリシャ様にスープをお供えする場所は、積乱雲の中にある虹が絶えず出てる綺麗な小島だ。行きゃすぐわかるぜ。よろしく頼んだぜ。わかった、わかった。この虹何なんだろうねってずっと言ってたあの綺麗なところだ。あれで、照れてない、照れてない。よしよし。わかった、わかった。あ、やっぱりなんかそういうイベントというか、ね、あるんだね。用意されてるんだね。なので、きっと待ってくれてる?待ってくれてるんだよね、多分ね。なので、行ってみましょう。あ、ついてきてる、ついてきてる、かわいい。かぼちゃの上は開いてるのかな?もうそれが器みたいな感じだもんね。多分開いてるのでしょう。さてさて、スカイロフトを通り越えて、もう積乱雲の方まで行ってしまいましょう。よし、やってきました、積乱雲。サルボさんも一緒に入ってくれれるんだよね。大丈夫なんだよね。ついてきてる、ついてきてる。よかった、よかった。では、このチラリと見えている虹のところに降り立てばいいのかな?そういうことでいいのかしら。なのかな、なのかな。もうちょっと。結構ね、距離があるんだよね。ハルボさんのさ、機械の体は大丈夫なのかな?この雨の中って思っちゃうんだけど、大丈夫かしら。よし、あ、来た。なんかやっぱりこう綺麗だね、ここね。かぼちゃスープ、ここに置いておくケロね。しかし、なんか物騒なところケロ?何か出そうだケロ。物騒かな?これちょっと戦う感じなのかしら?そう言われると。それじゃ、さよならケロって言ってしまった。雨が、なんだろう、強く降ってるのかな?暗くなっちゃったね。ああ、なんだろう。この人がナリシャ様かな?人?クジラなのかな?フグっぽくもある。クジラかな?かなぁ。なんだろう。なんかよくわからないものが、おにょおにょしてる。伝わるかな?伝わってくれるかな?ほら、お背中のところ、お腹とお背中のところが、空の大精霊、ナリシャー。この感じは戦いそう。ちょ、危ない。ね、私ね、体力回復してこなかった。この人が悪いことしてそうじゃない?このさ、うにょっとしてる子。かなって思うんだけど、ここは、こういうことっぽくない?と思うんだけどな。そんなこともない。でもちょっと遠すぎてあんな当てられなさそうなんだけど、また来るかな?ちょっとかなり近くに寄ってくれないと弓矢が当たらない気がするわ。なのかな?なんかこう、あれなのかな?サメなのかな?ナリシャ様。この、おでこ?頭のところがさ、なんかこう、ちょっとね、なんて言ったらいいんだろう。小判ザメっぽい。違うのかな?あれ、行っちゃったね。あ、ちょっと待って、わかった。そういうことじゃない?クレちゃんを呼んで、ほら、クレちゃんのスピンアタックの練習をしたということはだよ。スピンアタックで、おめめが生えてるみたいなやつを攻撃したらいいとか、そういうことじゃない?かなって思ったんだけど、違うのかな?どうなんだろう?合ってるかもしれない。行ってみましょう。どうだろう。いけるかな。あ、結構距離がある。あー、いけなかった。これはちょっと追いかけていくしかない感じかな。なのかしら。危ないな。近い。あ、ここってもしかして降りれたりするのかな?むしろ。危ない。ああ。いけない。なんか来ちゃった。危ない。クレちゃんが、どうだろう。
この感じで、ここで、ここでどう？どうだろう？いけない。ちょっと距離がさ、距離がうまいこといかないんだけど、乗るのかな？乗っていいのかな？降り立てるかな？この上に。降り立てるかな？そんなこと許される？許されるかな？大丈夫？大丈夫かな？大丈夫じゃないかな？ああ！落ちちゃった！落ちるのか。じゃあ乗っちゃいけないんだね。多分ね。なのかな？わかんないな。ちょっと回復していこうか、ここで。全部回復しちゃ、のやつ使っていいかな？わかんないな。わかんないけど、こう、飛び上がっちゃったらもう帰ってこれないから、いいとして、回復しておきましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。